ポーランド地質調査所地質博物館は、ワルシャワにある地学や古生物学をテーマとした、博物館。ポーランド地質調査所の敷地内にあり、同調査所が運営する。正式名称は、ムーゼイム・ジョバロジェックスン・パンズ・ツーゴ・インスタイ・トゥー・トゥー、ジョバロジェックス・ニーゴ、パンズ・ツーゴ・インスタイ・トゥー・トゥーボ・ボダチェゴ・ W ・ワルシャーベアで、単に地質博物館という場合や、地質調査所の部分を略記して、 ムーゼイム・ジョバロ・ジェックスン・ピックと表記する場合もある。なお、パンズ2語インスタイトゥー・トゥー・ボダチェ語になったのは2009年からで、それ以前はついていなかった。入口ディロホサウルス・館内この博物館の歴史は1919 19年に、設立されたポーランド地質調査所と共に始まる。設立当初の地質調査所は、スタシツ宮殿内に置かれたが、 新たな建物を建造する計画が提出され、学術関係の建築を多く手掛けた、ポーランドの建築家、マリアン・ラレビチ、マリアン・ラルークス、1876から1944の設計によって1925年から1930年に、現在の場所に建造された。それまでの聖堂によく用いられたオーランド諸島、クムリンゲ島産のピンク色の花崗岩が石材として、 使用されており、これがラレビチの建築構想に大いに影響したと言われ、外観や内部装飾にも伝統的な聖堂に見られる衣装が多く見られる。この建物には第二次世界大戦後まで地質調査所と博物館の両方があったが、この大戦は博物館にとっても非常な受難の時代であった。1939年9月1日、ポーランド侵攻が始まると、 ワルシャワ攻撃の最中に、博物館の屋根と一部の展示物を除いてめちゃめちゃに破壊された。9月中旬には、ナチスドイツの管理下で、被害調査と収蔵品の調査が行われ、価値があるとみなされた、収蔵品はすべてドイツ本国に送られた。一方、ポーランド人職員たちは引き続き職務に就けることになったが、翌1940年4月には、名称が、 AMT FUER BODE i n f o r ン n というドイツ語名に変更されるとともに本部はクラックフに置かれることになった。結局この戦争で地質調査書も含む建物全体の95%と備品の50%が破壊、収蔵品の70%が喪失したと見積もられている。研究に欠かせない図書室の蔵書の多くもドイツに送られたが、 その一部は1944年のワルシャワ放棄の際にも破壊されたり燃やされたりして消滅した。しかし最も被害をこむったのは職員や協力員らであり、その25%がこの戦争で殺された。復旧はドイツ軍が撤退した1945年から始まったが、この時点では職員の大部分が移動していたクラクフを拠点として作業が行われた。 前年1944年の8月に職員らが隠しておいた学術資料の回収や大きく破壊された建物や設備の修復が順調になされ、1946年の秋には本部事務所をワルシャワの現在の建物内に移すことができた。その後手前話になったため、1948から1952年に敷地の南側に 近代的なデザインのビルが建てられて、地質調査所はそこに移った。入り口から展示ホールに向かうと、最初に、ジュラギの恐竜ディロフォサウルスのリアルな実物大模型が、口を開けて見学者を出迎える。このディロフォサウルスは最初アメリカで発見されたが、後に、ポーランドの産地でも足跡の化石が発見されたため、かつて実際に、ポーランドの地をカッポしていた恐竜として足跡化石と、 共に、中央ホールのメイン展示の一つになっており、羽毛に覆われた姿で復元されている。そこから奥に進むと、やはり、ポーランド国内で発見されたマンモスの一種の、ケナガマンモス、ケブカサイ、ホラーアナグマなどの全身骨格などが展示されている。その他の館全体の展示は、下記の八つのテーマに分けて行われている。すなわち、 館内中央部は吹き抜けの広い展示ホールとなっており、その周囲には1階と2階に回廊式の展示スペースが設けられている。中央ホールの天井イコール屋根からは自然光が再興されるようになっており、白を基調とした内装と相まってホール全体は明るい雰囲気がある。各コーナーには博物館イコール地質調査所が収集した岩石、鉱物、 化石などの標本類が豊富に展示されており、特にポーランドの地史、地質、個性物などについてよく学習することができ、同時に子供から大人まで楽しめる内容になっていると館では説明している。館のホームページのワーチェルンムーゼイムをクリックするとこれら館内展示の様子を色々な方向から見ることができる。これら館内の展示活動以外では、 様々なワークショップなども開いており、ポーランドの地質や地下資源、古生物に関する啓蒙活動を行っている。館のホームページ上では、月替わりでクイズ形式のウェブ展示が行われている。毎月1日に出題25日締め切りでメールによる回答を募り、正解者の中から抽選で何かが当たるという企画で、年間の最多正解者にはその年の対象も、 送られるとされる。2011年5月のクイズは画像の推奨の中に含まれている鉱物は何でしょうというものである。以下の情報は2011年5月現在のオフィシャルサイトの記載による。ありがとうございます。